ぞ。はい、先生よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ここで大丈夫ですか？はい、はい、お願いします。あ、すみません、ありがとうございます。はい、とりあえずパッチリです。はい、ありがとうございます。そうですね、最初そういう監督とか大きいその役職に就いたことがないのでちょっと心配なんですね。なんですけど、選手としてもみんなの足を引っ張らないようにしつつ、監督としてみんなを引っ張っていけるような、そんな素晴らしい人間に、宇宙人になれたらいいなと思っております。緊張しつつ楽しみつついけたらいいかなって思います。その大会で勝つっていうのも大事なんですけど、やっぱり楽しいっていうのを皆さんに知ってもらいたいっていう思いもあるので、まあ、勝ちを取りに行きつつも、まあ、本心は一番楽しい、みんなが楽しんで、みんなも楽しんでもらえたらっていうのが一番ですね。はい、メンバーはですね、はい、まずはもう長年付き合いが長い島田さんは絶対入れようと思ったんですよ。その後にいろいろ条件があったじゃないですか、はい、なんでその条件をクリアしつつも、こう面白いリアクションしてくれそうだなな人とか、実力一本でもう力でねじ伏せそうな方とか、なんかそういういろいろなジャンルを持ってる方が集まれば最強なんじゃないかなと思って、今回のあの4人に選ばせてもらいました。なるほど、はい、種目ですか。種目が本当に未知なんですよね、の方が決めるっていうのなので、普通のもありつつ特殊なのもありそうなんですよね。例えばわかんないですけど、水たまりの中ホールインワンみたいな、ちょっとよくわかんないのがありそうかなって思います。これだったら負けない競技、もちろんワニワニパリック。監督兼選手として一生懸命頑張ります。あ、チコハヤ、お疲れ様です。お疲れ様です。あの曲は終わりました。はい、ちなみに今日の弁当はなしです。あ、な、あ、な、あ、はい、そうですね、もちろんもちろん、もう帰ってもいいよ、うん、あ、わかりました。じゃあすいません、ありがとうございました。ありがとうございます。本当にお弁当ないんですよね？ないですね。わかりました、ありがとうございました。